男は洞窟に行くなら松明が必要だと言っている。さらに松明は道具屋で買えると教えてくれた。この男は道具屋の回し者なのだろうか。この町に住む魔物研究家の家から以前はよく笛の音色が聞こえてきたそうだ。しかし近所迷惑だと苦情が入り、それ以来めっきり聞こえなくなったらしい。最近この町ではよく魔物に物を盗まれるらしい。魔物は盗んだものをどこかに隠しているらしく、白の教団はその場所を調査しているようだ。女は魔物に自分の大切なものを盗まれてしまったという。誰か取り返してくれないかなとぼやいている。何を盗まれたのかと君が聞くと、お肌がツヤツヤになる薬と答えた。女は男からモテすぎて困っていると自慢げに話している。自称愛の伝道師だそうだ。男は必死に自分の体を雑巾で磨き、体臭を消そうとしていた。男はこの体臭のせいで好きな子に何度告白しても断られているらしい。確かに男からは少々香ばしい匂いが漂っている。君はふと思った。体内の毒素を抜けば体臭も消えるのではないかと。君が毒消し薬を渡すと、男は一気に飲み干した。すると男の体から香ばしい匂いが消え去った。男は大喜びしながら、もう一度好きなあの子に気持ちを伝えてみると言った。男はお礼として懐から何かを取り出した。ここは遊技場。店番の男の子がカードゲームで遊ぼうと声をかけてきた。
彼の名はコポラス・キュ…すいません、コポラス・キュイーブル。長年この町で魔物の研究をしている男だ。町の皆からはコポラという愛称で呼ばれている。魔物に詳しいコポラならドラゴンの情報を知っているかもしれない。君はコポラにドラゴンのことを何か知らないかと尋ねてみた。するとコポラは言った。ある頼みを聞いてくれれば教えてやると。コポラは大切にしていた宝物を魔物に盗まれてしまったそうだ。コポラの宝物を魔物から取り戻してくればドラゴンのことを教えるという。宝物を盗んだ魔物は西の洞窟を根城にしているらしい。向かってみよう。蹴散らしましょう。洞窟の中に光は届かない。松明で照らさないと進めなさそうだが、君は松明を使った。周囲が明るく照らされ先に進めるようになった。松明のおかげで周囲は明るくなったが、遠くまで見渡すのは難しそうだ。薬のカラビンが大量に転がっている。どこかの冒険者がここで薬をガブ飲みでもしたのだろうか。床に何かが掘ってある。許さないと書かれているようだ。ここで魔物にやられた冒険者の恨みつらみだろうか。
しましょう。 閉ざされた扉がある。不思議な力で封印されているようだ。扉の中央をよく見ると、丸いものをはめ込むようなくぼみがある。 Thank you.
蹴散らしましょう。丸いくぼみに魔力の玉をはめ込むと扉が開いた。シミが続いている。ここを通ったのは負傷した魔物か、それとも
嫌な予感がした君は辺りを松明で照らしてみた。すると壁に無数の引っかいたような跡が。その引っかいたような跡の中に小さく文字が彫り込まれていた。必ず見つける。ここで一体何があったのだろうか。松明を取り落としそうになった。そこには2つのミイラが寄り添って並んでいた。ミイラの横には一緒に帰ろうと血文字が残す。2人は恋人だったのだろうか。重ね合った手には導きの鈴が握られていた。君は丁寧に導きの鈴を取ると
膝を折り、二つのミイラに祈りを捧げた。勝ちましょう。次の瞬間、暗闇から何者かが飛びかかってきた。
物との戦いを終えた君たちは宝箱の方を見る。すると白の教団の連中が宝箱の中身を漁っているではないか。君たちは急いで宝箱に近寄ろうとしたが、すでに手遅れだったようだ。白羽は魔物を退治してくれてご苦労様と君たちに微笑んだ。宝箱からめぼしいものを懐にしまった白の教団の連中は悠々と来た道を引き返していった。連中に盾ついても叶いそうもないことを知っている君たちは呆然と見届けるしかなかった。宝箱の中はほとんど空だったが、ボロボロの人形だけが残されていた。君はなんだゴミかとあからさまに残念がある。クロエは何を思ったのか、ボロボロの人形をそっと手に取った。苦労した割に戦利品はこれだけかと君は肩を落とした。結局君たちは宝らしきものを見つけられなかった。三つ目の町の魔物研究家コポラに報告しよう。脱出を選ぶと早いですよ。君はもう少し洞窟を探索してから出ることにした。蹴散らしましょう。蹴散らしましょう。
蹴散らしましょう。エクセレント。蹴散らしましょう。
私の宝物を見つけたなら渡してくれ。コポラはそう言った。クロエはこれしかと言いながらカバンからボロボロの人形を取り出して見せた。コポラはその人形を見るなり驚いた表情で身を乗り出し手に取った。人形を見つめながらコポラは語り始める。この人形はかつてコポラが娘に送ったものだった。しかし娘は幼くして重い病にかかり死んでしまう。それ以来コポラはこの人形をまるで本当の娘のように大切にしていた。だがある日、魔物に。コポラはクロエに深々と頭を下げながら本当にありがとうと謝意を示す。思いがけず宝物を入手していた君たちは間髪を入れずコポラに詰め寄った。ドラゴンの情報はと君はぶしつけに聞いた。コポラはまあ慌てるなと君を手で制する。この町から遥か東方に魔物と人間が共に暮らす共生の村があるという。コポラによればドラゴンと魔物関係浅からぬ者同士何か話を聞き出せるかもしれないと。情報を聞いた君は足早に外へ出ようとする。コポラは君を呼び止めていった。共生の村に行くには大陸を横断する巨大な樹海迷いの森を抜けねばならないそうだ。コポラはこれを持っていけと何かを差し出した。これがなければ迷いの森は抜けられまいとコポラは言った。君たちは遥か東方にある共生の村を目指しまずは迷いの森を抜けることにした。